名古屋グランパス J1 は6月12日天皇杯2回戦でジャパンサッカーカレッジ北信越リーグ1部と対戦0対1で敗れたフォトサポーターが作り出す圧巻の光景で選手を後押し J リーグコレオグラフィー特集スコアレスで迎えた51分左サイドを崩されクロスから上限直樹に押し込まれて先制を許す その後の懸命な反撃も実らず、まさかの敗戦を喫した。カテゴリーでは五分に相当するアマチュアクラブに勝てず、SNS 上では、何してんの、a 加減にせいよ、チャンスすら作れない、情けなさすぎるって、ジャイキリは蜜の味、JSC 普通にうまい、といった声が上がっている。